侍の哲学、武士道と死の覚悟。武士道は死ぬことと見つけたりを体現し、死を覚悟することで生の尊さを知る。思いやりの美学、心身だけでなく日常生活においても周囲への配慮と美意識を持って接すること。義の重要性、武士道における最重要な精神的原理は義であり、正しい道を歩むことを最優先した。文武両道の理念、文化と武術の調和を重んじ、文化芸術と武道の習得に励んだ武士の生き方。儒教による指導の体系化、儒教の影響を受けて武士道が指導として体系化され、為政者としての理想像が追求された。日常への思いやり、仏教の影響を受け周囲への思いやりや日常の美意識を大切にした武士の心構え。生と死の哲学、死を意識することで生の価値を乱し、瞬間瞬間を大切に生きる姿勢。義を生きる武士、人として正しい行いを何よりも尊び、義に生きる武士の姿勢。理想の武士像、文化と武術のバランスを取りながら社会の発展に貢献し、人格者として成長することを目指した。指導と儒教、儒教の教えを取り入れ、戦士だけでなく社会の模範となるべき存在へと武士道が進化。